黙っている。俺の命令通りに動けばいいんだ。盤面がついたから計略紹介。刹那の怪力は式3で約2カウント力プラス8。この計略も三国志の時より少し控えめやけど、騎兵やから突撃直前に使うことで大ダメージを与える使い方ができるよ。試合の方はカウンターでビジュの範囲を意識しつつライナーに、ここで攻め込んで再起、最終盤面でフルコンの流れにできればって感じやね。ノーマルなしのライバルとしてはノーマル3内が同じ青に個数まで時期三超絶を持ってて、知力や計略時間では大きく劣るものの、ナスの素振力での強みは全カードでも唯一やし、素振力低くなりがちで相手がダメ系妨害に強い天下フルデッキに採用するのも面白そう。これが現実だ、受け入れろ。行くぞ。出過ぎたか。チェクショー、ここまでか。方向を変えてまいろう。開国せねば本当の強さは得られない。邪魔だったかな。
しいものが破れるか。犬どもの分際で流派発動。三の型前期解放。ご視聴ありがとうございました。まだ早いよ。